藤澄香です。むくみ解消おやつレシピをご紹介します。私ですね、よく聞かれるんですけれども、先生体にいいものねばかりこう食べていらっしゃるから、おやつなんかこう食べないんでしょうってね、クライアントの方からねよく聞かれるんですね。でもちろん基本的にですね、おやつ大好きですよ。特別な時ですとか、いただき物も大事に大事にこうよく噛んでいただいておりますが、基本的にこう自分で買って食べるっていうのはもうほぼほぼ今はないんですね。でそんなことを言うとですね、と思われる方もいると思うんですけれども、いえと別の動画でもお伝えしてるんですけれども、私二十数年前にですね、南半球のオーストラリアという国に1年間暮らしていたことがあるんですね。で当時は大好きな、ホストファミリー の, 家族と暮らしていましたの で, で子供も3人でですね、でも娘のようにこう可愛がっていただいていたんです。でその時にですね、子供たちがやっぱりおやつをこう食べるんですよね。おやつで、オーストラリアに行かれた方、もしくはお土産でいただいた方、ご存知だと思うんですが、有名なお菓子で、チョコレートのお菓子でですね、ティムタムっていう、そのものすごく濃厚なビスケットのこうチョコが染み込んだような、ものすごく美味しいお菓子がこうあるんですよ。いろんな味のバリエーションがあって、こう袋に入っててですね、何枚かな、10枚ぐらい多分入ってたと思うんですけれども、で、それがまた美味しくてですね、私も当時は調子に乗って、その子供たちと同じようにこう食べてたんですよね。するとですね、もちろん、体重もどんどん確実に増えまして、当時はですね、今の体重のプラス10キロはあったと思うんですよね。もうとにかくよく食べてまして、もう本当にすごかったんですよね。もうやりたい放題、反省してます。でやはりですね、お体に出たんです、体に出たんですよ。もちろんやはり食べ物が自分の体をこう作っているというのがもう本当腑に落ちまして、その後、ひどい体調不良にもなってですね、身をもってそのことを体験したわけなんです。ですから今も基本的にはですね、おやつ好きなんですよ。美味しいじゃないですか。ただその調子に乗るとやはりもう中毒性がありますからね、特に白砂糖は。そうならないように、食べたらもうその週はお休みするとか、工夫して美味しくいただいております。なので日頃の私のおやつはですね、手作りです。で何を作っているかと言いますと、マクロビオティックの考えに、基づいた手作りおやつなんですけれども、このおやつをですね、皆様に、後半お伝えしていきますので、お楽しみにされていてください。でこの、材料と作り方と食べ方ですよね、お伝えしていくんですけれども、その前にそのなぜいいかってお話をしてからお伝えしたいと思います。材料はですね、もうズバリ小豆なんですね。小豆美味しいですよね。あんこ系とかも、私和菓子も大好きなんですけれども、今回はもちろん 白砂糖は使わないです。甘味料系はなしです。でこの小豆はですね、私たちこう女性にとってすっごくもう救世主のような食べ物なんですね。例えばこう女性ホルモンに関係しているんですけれども、その女性ホルモンが、そのホルモンがこう分泌しすぎている方は平常に戻してくれますし、逆に足りない方はその上げてくれるという、そのこう調整をですねしてくれる優れものなんですよ。でまずそもそもその養生といって体をこう温める食材ですから、血行が良くなって、その腸内環境も良くなって、もういいこといっぱいです。で先ほどお伝えしたその女性ホルモンの調整もしてくれますし、あとその腎臓に直接その働き、かけやすい食材ですから、そのホルモン代謝をですね調整してくれます。ですからそのプロビタミン C であったり、亜鉛または良質のタンパク質もですね、こうバランスよく含んでいるのが
小豆なので、もうぜひ上手に、これをきっかけにですね取り入れていただきたいと思います。でまた小豆がその血液の浄化にも作用してくれますし、あと利尿作用があるので、先ほど、冒頭でお伝えしましたそのむくみの改善にもこうなるわけなんですね。なんかこうお腹周りとか、まあ、お尻周り、あとはその太もものあたりがなんかこうタプタプこうするなっていう方は、やはりその水分代謝が悪いわけです。ですから脂肪というよりはその水分の可能性があるので、しっかりこの小豆を摂ることでそのむくみを改善すれば、すっきりほっそりなりやすくなりますから、お楽しみにされていてください。なのでまとめますと、その婦人科系のトラブルにも効きますし、まあ、むくみ改善、まあ、膀胱炎であったり、その血液の浄化になりますから、まあ、糖尿病の、まあ、こういった予防に効果がありますから、ぜひ今からお伝えする、むくみ解消レシピですっきりされてくださいね。では、ここから具体的な材料と作り方と取り方についてご説明します。小豆かぼちゃです。で小豆は1カップご準備ください。できればもうぜひ国産のものですね。あとだし昆布も国産の良質なものを、まあ、10センチ角ぐらいご準備ください。でかぼちゃは 150g、 水が3カッププラス差し水用、あとは自然の、まあ、天然のお塩ですねが、まあ、小さじ1、もうたったこれだけ。もう私簡単なレシピ大好きですので、もう今すぐでも、作れますから、チャレンジしてみてください。でまずは、次作り方なんですけれども、できればその鍋をですね土鍋で作っていただきたいんです。体に優しい土鍋ですね。私は鍋焼きうどんの時にこう使うようなこう一食分のこの小さい土鍋でいつも炊きます。の中にですね、まずその小豆は特に一晩お水につけるということはねしないんですね。このレシピはきれいに洗っていただいて、ちょっとざるにあげて、まず水気を少し切っておくというのがポイントです。その小豆をその土鍋にそのまま入れて、2番目、そのだし昆布をですね、私はもう調理バスでこうパチパチと切ってですねささっと入れるんですけれども、昆布を入れます。そしてその水3カップをお水ですね入れて、火にかけます。中火から若干強火ぐらい でだんだんその沸騰してきたら少し火を弱めていただいて、まず小豆が柔らかくなるまで煮るんです。で小豆が柔らかくなってくると、まあ、お水が足りなくなってきますから、その都度差し水してください。そして小豆がこう柔らかくなってきたのを見計らって、最後にかぼちゃを最後にですね入れていただいて、かぼちゃが柔らかくなったら一番最後にそのお塩入れて終了です。簡単です。でこのかぼちゃの代わりにさつまいもでもいいと思うんですよね。美味しいです。かぼちゃやそのさつまいもの天然の甘みでお砂糖を使わなくてもこう美味しく召し上がっていただくというのが、その入れるポイントの一つです。で以前ですね、私のまあ大好きなクライアントの方にもこのお話ししましたら、お子様にもね食べさせてあげたいということで、その出した時に小学校の男の子がですね、ちょっとこう甘みがないっておっしゃったので、その時に蜂蜜ですね、ちょっとどうしても甘みが欲しいという方は、その蜂蜜を少量入れていただくと美味しいです。蜂蜜はオリゴ糖が豊富ですから、腸内環境にも良いので、白砂糖に比べても断然おすすめですから、どうしても甘みが欲しいなと思った方は、蜂蜜であれば OK、 特にお子様にはですね入れて食べやすくして差し上げてください。でまたこの小豆かぼちゃですね、ファスティング中の準備食、回復食にもすごく便利ですので、ぜひ取り入れてみてくださいね。またこのファスティングにご興味がある方は、こちら詳細欄に LINE のリンクを貼っております。でこちらから、皆様ご登録後に直接私までご相談されてますので、いつでも、ご連絡ください。でまたこの小豆かぼちゃのこのお話ですね、繰り返しご覧いただいて、思い出していただきまして、
あなたと、そして大切なご家族のための健康にお役立てください。そしてこのお話が役に立ったと思っていただけましたら、高評価ボタンとチャンネル登録をよろしくお願いいたします。